進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは決勝進出決めました。今の気持ち教えてください。めちゃくちゃ嬉しいです。さあ山本選手、なんといっても今日初回に先制しましたけれども、1対0で試合が進み、はい、チャンスで打席が回ってきました。代、はい、打での出場だったんですけれども、はい、あの時どんな気持ちでバッターボックスに入りましたか？いやー、一個上の先輩がね、出してくれたんで、僕は期待に応えらなあかんなと思って、初球からいったろうと思いました。さあ、見事その初球が、はい、ずっと方向へのツーランホームランとなりました。はい、あのバッティング、振り返ってみていかがでしょうか？いや、いい流れ持ってこれたかなと、いい当たりでした。ダメ押しとなる見事なホームランでした。そして後半は、3打席連続のデッドボールもありましたけれども、はいはい、体の方はどうですか？いや、鍛えてるんで大丈夫です。さあ、いよいよ次は甲子園を決める決勝戦となります、はい。次の試合に向けての意気込みを教えてください。いや、もう泥臭い試合でもいいんで、とりあえず受賞して甲子園行きたいと思います。さあ、では応援してくださっている皆さんに一言お願いいたします。宮野高校、甲子園行くぞ！